オップ岳は白上山地にある山の一つで、山頂は青森県西目屋村の宮山湖から南に8キロメートルにあり、山東三角点、オップが設けられている。北六には江戸時代から昭和期にかけて流星したオップ鉱山がある。江戸時代の菅江雅美はオップ岳一帯を何度か訪れており、当時のオップ鉱山や安門滝の様子を書き残している。このうち、 雪の母、両太都の中で、おつふの名は、元江イヘルなるべしと、アイヌご知名であることを指摘している。尾根が太いことから来ているという説もある。江戸時代には、津軽藩では、八甲田山を、高田学、山と文書に記載していた。ところが1834年10月11日、津軽藩はにわかにこれまでの甲田山を、甲田山に改め、オップ山を、オツと山に、 鳴沢を鳴沢に改めるように指示した。しかしこの八甲田山、オップだけの頭文字をこう打つ揃えようとする指示は定着しなかった。緩やかな山が多い白上山地の中では特徴的な山陽で山頂が三角形に鋭く尖っていることから白上山地のマッターホルンと称される。南方には青森県と秋田県の県境となって東西に伸びる千メートル級の稜線がある。 オップだけはそこから北へ分かれて伸びる、両線上にあり、その中のピークには、南からオップだけ、薬師森、弁天森などと名がついている。西斜面はなだらかで、山裾を流れる大沢川の源流に沿って、崖がある。東の神岳との間には、湯の沢川が険しい V 字国を作っており、崩壊地形や岩の露出した急斜面を多く持っている。山体はおおむね業海岸で、 ところどころに安山岩や流門岩の貫入がある。この貫入の周りには鉱脈が分布しており、谷底にオップ鉱山の入り口がある。西の大沢川、東の湯の沢川はどちらもまっすぐに北流し、宮間湖で岩木川の本流に注いでいる。湯の沢川に沿って県道317号が走り、南へ向かうと鶴辺落とし峠で秋田県藤里町へ通じる。 かつては、県道317号に沿いに、オップ鉱山の鉱石を運ぶパイプラインが走っていた。オップだけの8号目から9号目にかけて、小メツや北御葉松からなる、新葉樹林帯になっているのが、植生場の大きな特徴である。白上山地はブナに代表される、落葉紅葉樹林帯であり、白上山地の中でオップだけだけが、このような新葉樹林を持っている。 江戸時代には、オップ鉱山の金属精錬のための木材燃料を供給する山になっていたが、昭和40年代に、オップ岳県自然環境保全地域が設けられ、船林の保護が行われている。山域はオップ鉱山に属しており、登山には、かつての作業道を通る必要がある。鉱山は閉山したが、青森県が今も排水処理をしており、入山には、 管理事務所の許可がいる。整備の行き届いた、登山道はなく、崩壊地形となっている部分もあり、容易ではない。急斜面の尾根を登り、断雪期であれば三次環境で山頂に至る。オップ岳一帯は、かつてマタギや炭焼など、山に暮らす人々による独特の習俗に富んでいた。津軽の秘境とも呼ばれ、民族学的な見地からの関心の対象になってきた。 彼らの伝承によれば、オップ岳の山頂付近は、古点と呼ばれる聖地で、猿を祀る石碑が設けられていた。これは、江戸時代に鉱山経営者によって祀られたものだとする伝承も、ある。またギが猿に昼飯を奪われ、後を追って、湯の沢川の支流奥深くまで分け入ったところで、オップ鉱山を発見したという伝説も残されている。斜面の雪形は、足曲げっ子と呼ばれ、 農機の目安にされていた。オップ岳の南方には地元民がジョンコ流れと呼んだ尾根がある。これは秋田のジョンコなる女性が下駄ばきで越えた尾根という逸話から来ている。江戸時代には菅山澄がオップ岳一帯を訪れており、オップ鉱山などの様子をその著作に残している。オップ岳とその北にある関沢岳の一帯には金属鉱山が分布している。 古代から採掘が行われて、金が東大寺の大仏に使用されたとの伝承もあるが、資料による裏付けはない。オップ鉱山は、江戸時代に銀山、銅山として栄え、オップだけは鉱石精錬の燃料である木材の供給地になり、一般の伐採は禁じられていた。その頃のオップ鉱山地区は、広崎藩内で、広崎、青森に次いで3番目に人口が多く、 町が形成されていた。罪人が鉱山労働者として支役されていた時期があり、江戸で捕獲されたキリシタンが送り込まれていたとか、一帯が隠れキリシタンの集中地になっていたという伝承もある。オップ鉱山は昭和期にも栄えたが、石油危機によって不振に陥り閉山になった。オップ鉱山は半奇跡の朗読路サイトの産地、オップマインとして、 世界の鉱物収集家によく知られている。しかし、重金属を採掘していた鉱山の排水によって、川が汚染され、そのを流れる湯の沢川は、生物が死滅し、影響は、下流の岩木川まで及んだ。閉山後も青森県が、排水処理を続けており、交際ダムなどの整備も続けられている。ありがとうございます。